ほら、綺麗だね。いい感じですよね。皆さんこんにちは、加藤秀明です。なんとピンク色のバッタが見つかりました。おお、びっくりした。ちょっと待ってくれ。キャーッとんだ。キャーッとんだ。飛んだ。皆さんこんにちは、加藤秀明です。なんとピンク色のバッタが見つかりました。ピンク色のバッタです。ほらこちら見てください。ほらほら、本当にピンク色見えますか。ほら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 、ピンクですよね。ピンク色のバッタです。ほらすごいね、ピンク色のバッタを見ると幸せになるって言われてますからね。見つけた人はもちろん、ほら見ているだけで幸せになるし、幸運を呼ぶみたいですよ。ほら、いや、なんか見ていると幸せな気持ちになってきましたね。今日も一日いい日になりそうです。ほら、こちらのピンク色のバッタはなんと先日静岡市内で見つかったんです。静岡市内でね。その場所は静岡県静岡市葵区北で、浅畑街道ですね。あんなところにいたんですね。まあ、場所はね、秘密ではないんですよ。教えても大丈夫です。まあ、珍しいねバッタですが、まあ、希少な野生生物ではないですからね。まあ、もちろんね、乱獲はダメですよ、ね、あと、まあ、生き物をね探すときは地域の人の迷惑にならないように気をつけてください。お願いします。このバッタはね、地域の人が見つけたんですね。私連絡をもらいました。急いで駆けつけましたよ。ピンクのバッタが捕まりましたね。すごいですね。幸運を呼ぶピンクのバッタ。それがですね、捕まった場所がこんなとこです。ほら、すごいですね。地元の人が教えてくれたんですね。このガードレールのところにいたと、ね、このガードレールのところにピンク色のバッタがいたと。まあ、そう簡単に探して見つからないと思いますけど、実は捕まえてくれてあったんですね。じゃん、ほらピンク、本当にピンクですね。再現するとね、よいしょ、こんな感じでいたようですね。まあここにいなきゃわからないですよね。白いところにいないとわからない。本当だ、ピンクピンク。すごいですね。ほっね、ほら、じゃん、ほら、すごいですね。幸運、
幸運を呼ぶ、見たら幸運、バッタ。いないですね。ちょっとね、調べてみましょうか。いないですね。鳴き声も聞こえませんからね。じーっていうのが。これも、これはこのバッタ違いますね。少量バッタ。ね。いますね。でもこれじゃないね。カマキリいますね。カマキリね。あ、これはガガンボ。刺さないですからね。型は違います。オケラ。いやー、他のピンクの個体は見つからなかったですね。ピンク色のバッタは、まあ、遺伝しますからね。ピンク色のバッタからピンク色の子供が生まれます。ですから他にもね、いると思うんですけどもね、まあそう簡単には見つからないようですね。地域の人も、まあ、長年ね住んでいて初めて見たと言ってましたからね。皆さんもぜひ身の回りの草地で探してみてください、ね、ただね、道路とか近いとね、事故にならないように気をつけて探してみてください。すごいね、ピンク色だよね。ピンクです、このね、バッタなんですけれども、種類はクビキリギス、ね、クビキリギスというバッタです、ね、日本には、本州、そうですね、四国、九州、ね、沖縄まで広く分布しています、国外だと台湾とか、まあ、韓国、ね、中国にも生息しているんですよ、まあ、普通は緑色または茶色なんですけどね。だからやっぱり珍しいんですよ。見つけたら幸運ですよね。なんでピンク色なのか実はよく分かっていません、ね、全国各地でたびたびね、捕まるんですけれどもね、まあ稀ですよね。まあ年に何回かは報告がありますね、このバッタ自体は種類としてはね、個体数相当いますからね、すごいことにこのバッタの寿命は2年も生きるんですよ。バッタって夏見かけて秋、ね、その後冬にはね姿見えないですよね、でもこのバッタクビキリギスは冬を越すんですよ、ね、冬になっても死なないバッタなんですよ。成虫のまま越冬します。すごいですよね、なんででしょうね。何か秘められた力が、ね、あるんでしょうね。ほらね、か弱い感じのバッタですけどね、なぜ冬を越えることができるのかまだよく分かっていません。そうですね、まあ顎の力は他のバッタに比べて強いですからね、他のバッタが噛み切れない茎とかね、葉も食べることできるし、あとは雑食で、動物の肉すらね食べてしまうんですよ、ね、まあ何でもよく食べ栄養をつける、これが長生きの秘訣かもしれません。そうですね、何でもねよく食べますからね。ちょっと餌をあげてみましょうか、いろいろね。じゃん、桃あげてみましょうか、ね、桃ピンクですからね、なんかいい感じな写りになるんじゃないですか。
じでね、まあこんな感じで映るかな。ちょっとね見栄えもよくね、ここから蓋をつけて、あーいい感じいい感じ、ちょちょちょ、どうかな、見えます？ほらこんな感じ。虫感が強いかな、害虫っぽいかな。いやいや、そうやって見ちゃダメですね。美味しく食べてます。ピンクのバッタがピンクの桃ね、食べてます。じゃない、もうちょっとなんか、もうちょっとなんか工夫してみましょうか。これじゃちょっとね、お肉、お肉、お肉もいいんじゃないかな。お肉食べるからね、お肉を食べてる、お肉映えするかな。おお、いいじゃないですか。あと花もいいでしょうね、花もね、花も。よし、ほら綺麗なガーベラ、よいしょ、ほら、ほら、いい感じ。ね。こんな感じ？こんな感じ？ほら。綺麗だね。ほら。ほら、いい感じ。いい感じですよね。これはいろいろいけるんじゃないかな。ちょっといろいろ試してみましょうか。これもいいよね。いい感じ、ほら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 、これもいいんじゃないか、ぬいぐるみ。ね、ぬいぐるみにもちょっと乗ってもらおうか、ね、どんどん、いや、ピンク色ですからね、いろんなピンクに映えますね。ほら、ピンクだからピンクが好きなわけではないと思いますけどね、乗せてますから。はいね、よいしょ、いろんなピンクに染まるね、もちろんね、ピンク色ですからね、カモフラージュになりますね。いやー綺麗です、ピンクバッタね。でもこのピンクバッタ、ほんとピンクのままなんでしょうかね。ピンクからまあちょっと暗っぽくなったりね、茶色っぽくなったりするんじゃないかな。ちょっと実験してみましょうかね、暗い入れ物をかぶせて
真っ暗な状態しています、ね、何かちょっといろんな変化が起こるかな。ちょっとやってみましょうか。それではちょっと実験してみましょうね。ここにほらね、黒い容器ありますね。ここにピンクのバッタを入れて、ポン、蓋をかぶせて30分置きます。変わるでしょうか。入れてみますよ、ね、ほら乗った乗った、入りますよ。はい、暗い中にピンクバッタ入れます。とっ、さあここから30分置いてみましょうかね。さあ、どうでしょうね。どんな色の変化が起きるでしょうかね。黒っぽくなるのか、もしかしたらハッと気づいて緑になるのか、まあピンク色のままかね、ちょっと30分ぐらいね見てみましょうか。置いてみましょうね。変わるかな。さあでは30分経ちました。見てみましょうか、どんな変化があるでしょうか。衝撃の瞬間です。せーの、はい、色は変わってない、ピンクのままですね。ほら、このピンク色のバッタね、一時的に体色を変えたんではなくて、ピンク色のバッタはピンク色のままみたいですね。これはバッタの体内にピンク色の色素が多く存在するからなんです。昆虫は8つぐらいね、色素が確認されてますけどね、実は、ピンク色の色素もあるんです。クビキリギスには緑、茶、ね、そしてピンク色のね、色、色素ありますからね。多分そうですね、他の色が欠乏してしまっている、ね、突然変異の個体なんでしょうね。このようにピンクの色が目立つのだと思います、ね。まあ、遺伝的に他の、ね、色素が作られないでしょうね。または作れるんだけどもたくさん出ない、ね、そんな突然変異ということがわかります。ほら、ピンクのまま、ピンクはピンクですね。まあ、ちょっと暗っぽくなったようにも見えちゃいますけどね。で、ちなみにこのクビキリギスは交尾をしないで卵を産む単位発生、ね、単位生殖で繁殖します。ピンク色のバッタからピンク色のバッタが生まれるんですよね。まあ、敵が少なくてピンク色のバッタが生き残れば、もしかしたらその地域のバッタ多くがピンク色になるかもしれませんね、今後ね。まあ普通ね、野外でピンク色の体って目立つので敵に見つかりやすいんですけどもね、生き残りにくいんです。ただこのバッタはね、夜行性なんですね。ピンク色でも夜に活動するので生き残りやすいんでしょうね。夜のピンクバッタもピンクです。今後ね、ピンクバッタ引き続きいろいろ調べてみます。皆さんもぜひ身の回りの、ね、草地で探してみてください。もしかしたらいるかもしれませんね。見つかるといいですね。幸せのお裾分け、加藤チャンネルでした。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録お願いします。ピンク色、ピンクのバッタいましたね。空がピンク。